メディカルプラス講師の木下博一です。生徒プラス大志です。生徒2じゃがいもです。さあ今回はですね、皆さん最近こう筋トレされる方多くないですかね。筋肉トレーニング、おいおい、多くて多い、多いでしょ、多くて、これね、実は僕もパーソナルトレーナー、個人のトレーナーについて、筋トレやってた時期もあります、うん、でもね、なかなかですね、僕納得できないんですね、トレーナーさんがいろいろこうトレーニングの仕方を教えてくださるんですけど、ちょっとそれ違わないかなと、うん、これ思って質問するんですね。そうするとなんか納得する答えがね、今までまあ、ほとんどなかったんですよね、うん、だからなんかいつの間にか筋トレもやめてしまって、まあ、現在に至るんですが、はい、このモヤモヤ全て解消、なんとこちらの本を、はい、科学的に正しい筋トレ、はい、結構分厚いですね、最強の教科書、これね、びっくりしました。もうモヤモヤ解決。どういうことかというと、僕ね、大体のトレーナーさんに聞くんですね、はい、いやこれちょっと違うと僕は思うんだけど、うん、どうしてって言ったら、いやエビデンスがあります、ね、こう証拠ですが、エビデンスがあります、こう言うんですね、はい、じゃあちょっとそれ教えてって言うと、うん、あるトレーナーさんは、はい、わかりました、今度持ってきますって言って持ってこない、ね、あるトレーナーさんは、これはね、マウスの実験で証明されてます、こういう人もいました。僕らはマウスではありません、人間ですから、人間でやったデータに基づいて考えなきゃダメなわけですよ。ところがね、これはもう全部全て人でやったデータ論文に基づいて書かれております。素晴らしい、この本、それは本の宣伝、違います、これの内容をちょっと今日はお伝えしたいと思います。タイトルはこちら、筋トレ方程式とはです。いやー、これすごい、すごい、これはこの本読んで本当に目から鱗です。なんかさあ、興味ないな私は。さあ行きます。じゃあまずね、そもそもなんで我々は筋トレをするんでしょうか、大志くん。なぜ筋トレするか、うん、筋肉が増えてかっこいいから。かっこいいからね、はい、ダメだよね。はいはい、実は、ね、使える筋肉じゃなきゃ。実はね、2つあるんですよ。まあ今言ったように、見た目、これはね、筋肥大といって、筋肉を大きくして、まあ、かっこよく見せる。もう一つあるんです。これまあアスリート系ですね、まあ、ジャガーさんなんかこうだと思うんですが、筋力を強くする。何、筋力って、え、何ですか、筋力って言ったよ、筋力って言いました、筋力を強くする、筋力増強、まあ主にアスリートの方ですよ、はい、まあでも我々は普通こっちじゃないですか、筋肉を大きくして見た目を良くしたい、こう思ってやりませんか、はい、今日はですね、まず筋肉の仕組みからちょっと勉強してみたいと思います、はい、皆さん筋肉見たことあります？よくあのお肉どうですか皆さん、例えば鶏のささみとか、一つ一つがね、こう裂けるチーズみたいになって、一つ裂くと筋でしょ、筋、さーっとこういう風にさーっと一つ一本裂けるわけですよ、うん、どういうことかっていうと、これ実は筋肉の中には筋繊維といって、細い束がこういっぱい入ってるんですよ、うん、細い束がいっぱい入っているのが筋繊維。さらにですね、これを顕微鏡で見ると、もっと細い束がいっぱいある、ここを筋原繊維と言います。つまりこれが集まって筋肉になっているわけなんです。そしてこの筋原繊維を顕微鏡で詳しく見ると、筋タンパク質というのが並んでいます、はい、このアクチンというね、こう囲いみたいな構造、真ん中のこう棒、これはミオシンと言います。このアクチンとミオシンを筋タンパク質とこう呼んでます。例えば筋肉が動くのも、筋肉がこう収縮するね、わかります、筋肉が縮むことで、縮むことで動くわけですよ。実はこれはいいですか、アクチンがミオシンの間にこう滑り込む、滑り込んで動くわけなんですね、うん、さあこの筋肥大ですけど、どこが肥大するか、太一くん。わかったわ、わかった、筋繊維が肥大する、正解です。この筋繊維が肥大していくと、この一本一本、これ数は同じなんですよ、数は同じなんだけど、この筋繊維が大きくなっていけば筋肉が太くなってくると。じゃあさん、ここまで大丈夫ですか、うん、あんまり興味ないけど、いやいやいや、いいからいいからいいですか。この筋繊維をじゃあね、大きくしていくっていうことですが、はい、これ見てください、筋肉は釣り合ってるんですよ、実は。この筋肉の分解合成、これ
これ常に行われているんですが、このバランスが釣り合っているから筋肉は変わらないんですよ。例えば筋肉の分解が進んだらどうですか、筋肉は減っていくわけですよ。筋肉の合成が進んだらどうですか、筋肉は増えていくと、うん、つまりね、こっちの方を上げなきゃいけないわけね。こっちの方を勝らなきゃいけない、筋の合成を進めなきゃいけないということなんですね、うん、それで筋肥大を目指すと。さらにもっとありますよ、もっとありますよ。筋肉が肥大していくには実はこのタンパク質、はい、この合成を促進する、進めれば筋肉は肥大していくんです、うん、筋繊維は肥大していって結局一本一本が太くなれば筋肉も大きく見えると。さあここの中で筋肉がこう収縮するときには実は3つの要素が必要になります。一つはですね、カルシウムイオン、知ってますか、カルシウム。カルシウムイオンが出る。そして細胞膜にあるフォスファチジン酸、神々ですね、これが出る。それからインスリン様成長因子というのが分泌される、はい、この3つが出るとですね、これ M トール、正式には哺乳類ラパマイシン標的タンパク質、長いですね、うん、このタンパク質を合成に進む P70S6K、 これを活性化する。そして、タンパク質の合成を抑制する方 4EBP-1、 これを不活性化するように働く。つまり、うん、筋肉のタンパク質の合成が進む、この M トール、これが出ることによって M タンパク質の合成が進むと、はい、はい、いいですか、ここまで来たね。そして今まではですね、実は筋トレして筋肉を大きくするためには、うん、強度の高いトレーニングをした方がいいと考えられていたんです、うん、これどういうことかというとね、もう自分の全力で1回、何か例えばベンチプレスを上げられる、この1回だけ上げられるのを最強と考えた時に、まあ、80% 以上の力でねを使うのを強度のトレーニングって言うんですよ、はい、だからめっちゃ重いのを、まあ、1回2回上げるとどうもこの筋肥大がするとこう考えられていたんですね。だから大変ですよ、めちゃくちゃ重いのを上げてたわけですよ昔は、はい、だけどそれだけねやっぱりトラブルも多いわけですよ、怪我したりなんかすることも多い、うん、ところがですね、はい、こちら2017年のスポーツメッという論文に載ったものなんですけど、トレーニングは低強度でも高強度でも総負荷量を高めれば筋肥大の効果はどうと発表されたわけ、すごい、わかりますか、今まで高い高い方がいいって言われたのは実は低い強度でも大丈夫だってことになったんですよ。それはどういうことか、これ総負荷量っていうのはこっちなんですね、掛け算になります。総負荷量は強度×回数×セット数、つまり強度が低くても回数やセット数を増やしてあげれば実は筋が肥大するのは同じ、何もこうめちゃくちゃ強いのをバーンやらなくても弱いのでもね、こう何回も何回もやっている、それからセット数を増やしてあげれば、うん、結局は筋肉は大きくなる、うん、さあ今日はですね、この筋肉の仕組み、うん、そしてこの強度が強いものじゃなくても、はい、低い強度であっても総負荷量、うん、いいですか、強度×回数×セット数、これを増やしてあげれば結局総負荷量高まりますから、こうしてあげればいい。ということはですよ、別に高齢者の方でも軽い運動を何回もしていただく、これできますね、高齢者の方も軽い運動をしていただく、そうすれば総負荷量増えますので筋肉は肥大するわけなんですよ。うん、実はね、こう筋トレをすると病気になりにくいということも論文上発表されてるんですね。すごいね。実は筋トレは何も見た目を良くするだけじゃなくっていろんな病気にもなりにくくする体を作ってくれると、うん、こういうことが分かってるんですね。ジャガーさんどうですか。いや必要ですね、筋肉は使わなきゃいけないでもジャガーさんこっちですよね、筋力を強くする方が大事ですよね。いや今はそうじゃないでしょうね、年齢を考えて。筋肥大ですか。じゃあ今いやそれもっとやらないね。いやなんなのじゃあ、筋力いらないですか。筋肉もほら使ってるので、はあはあ、衰えないようになるほどしてます。
大使はこっちでしょ、見た目の方でしょ。そうだよね。ねえ、そうだよね。そうだね。それだけ。いや俺58センチ目指してるんで。あ、この足が。いやいやいや、足じゃね、腕が。あ、上腕二頭筋のあたりが、はい、二の腕が。俺今 34.5 とか。すごい太いよね、もうすでに。そんなにあるわけだよね。まあでも、もっとねトレーニングすると増えてきますので、今日のこと踏まえてね、はい、いいですか、総負荷量を増やしてあげれば、はい、筋肥大は起こると、うん、つまり公共何も強いトレーニングじゃなくても、この、低強度であってもね、はい、なんか軽いのでの回数やると、うん、はい、なんか有酸素のように細くなるような気がするけどね、はい、そうですね、回数セット数ですね、はい、そうです、総負荷量、全ては総負荷量に関わるわけなんですよ、はい、いいですか、今日はですね、このトレーニング方程式ね、はい、筋トレの方程式、まあ、これはいつからまたこういうことを説明したいと思いますが、筋肉の構造、ね、筋タンパク質を合成してあげれば筋繊維が太くなるということを紹介させていただきました、はい、今日のメディカルプラスいかがだったでしょうか。また次回をお楽しみに。バイバイ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタグラムぜひ登録してください。よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。